皆様おはようございます。ただいまご紹介に預かりました、立教大学そして東京海上日動の指示でございます。今日は最初にですね、首都直下地震の被害想定が今どういうふうになっているのかという部分はですね、まず基本の考え方を少しご説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料同じものがありますので、そちらをですね、ご覧いただきながらお話を聞いていただければと思います。まず今政府はどのようなことを取り組んでいるのかということをお話をしますけれども、この1年ほどにですね、国としてはいろいろな政策を打ち出しております。まず一つは皆様もお言ったと思いますけれども、国土強靭化基本法ですね、日本というものあってはならないことというのを洗い出して、それに今後備えていくということから、2つ目がですね、災害対策基本法を改正をしたこと、3つ目ですけれども、今日特に話題になりますけれども、首都直下地震対策特別措置法という法律ができたということです。それ以外にも南海トラフに関するですね、特別措置法とか、5つに分かれていたいろいろな災害対策の対抗をもうまとめるとかですね、こういう動きをですね、国はしております。まさにこれが東日本大震災の教訓をこれから生かすということが、実際に目に見える形で現れたものになっています。で、今日はこの中で首都直下地震対策特別措置法のところに絡みますいわゆる被害想定ですね、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。でこちらの首都直下地震の被害想定ですけれども、実は2005年にですね、一旦被害想定が出ております。それがいろんなところでも使われております。東京湾北部地震というのが仮想の地震で2005年に、想定をされておりました。それが2012年に一旦見直しをされているんですが、昨年の12月にですね、全面的にその被害想定が大きく変わりました。それについてですね、今日は比較をしながらお話をさせていただきたいと思います。一つは2005年と2012年に想定されていました東京湾北部地震というものがございまして、これが実は当面起きない、こういうことがですね、地震学者の研究によっても分かったというのがございます。これは今からもう80年ほど前ですけども、関東大震災、これがあったわけですけども、その時に一瞬でどうも動いていたということが分かりまして、その想定にはならないだろうというのがですね、分かったというのが一つ大きくあります。でその結果、これ非常に勇気がいることだと思いますけども、政府としてはこの首都圏において今後30年間に 70% の確率で首都直下地震が起きるだろうというか、これはもう今地震学者、全員も同じことを言ってますけども、それがどこで起きるか実は分からないんです。これをですね、明確に表した、これがですね、一番大きいポイントになります。我々は今までは一つ想定地震を考えて、それに対応しましょうという考え方に慣れてきたわけなんですけども、どこで起きるか分からないんです。これをですね、明確にしたということ、これを一つまず、認識をしていただければと思います。で、すいません、ちょっとお寿司です。で、マグニチュードのところですが、これは今まで通りマグニチュード 7.3 ということで変化はないんですけども、これは今から来年の1月20日で20周年になりますけども、阪神・淡路大震災、これがマグニチュード 7.3、それが起きたらばどうなるかということで、これは設定をしている。それよりも小さい場合もありますし、大きい場合もあります。ここはよく分かりません。とりあえず 7.3 ということを考えましょうということにしています。で次にですね、あといくつか補足がございまして、津波のところはどう考えるのかというところがございます。そこで南関東地震、いわゆる80年前の関東大震災の再来、これは、当面まだ来ないだろうと。首都直下地震が起きてその次に来るんじゃないかというふうに言われておりますが、しかし世の中想定外ということが、ありますので、絶対起きないということも言えないというのがございまして、これは仮置きで、考える。で、この場合は長周期地震動とかですね、あるいはこれ関東大震災の災害ですから、神奈川県がかなり被災をするので、東京から、太平洋岸を伝って名古屋大阪にブルートが切れてしまう、そういうのは少し考えましょうという話をします。でもう一つ、この関東大震災の再来と同じように、房総沖のですね、遠方房総沖地震ってあります。これ九十九里浜の東側のところで
起きた地震なんですが、これはですね、ものすごく大きな津波が、特に外房の方にやっています。ですので、千葉県としてはですね、そのような津波対策は考えておきましょう。それは、とにかく避難をするときに考えるということをここでは言っています。で、この千葉市があります東京湾の中どうなりますかということになりますが、これは関東大震災の再来、あるいはこの遠方房総沖地震であっても、東京湾の入り口で10メートルぐらいの津波の高さになりますが、湾の中に入ってくるときには1メートルから2メートル程度、これはこの前の東日本大震災で、東京湾の中にも津波入ってきてますけれども、それとほぼ同じ程度、それぐらいは想定をされるということで考えましょうということになっています。そこで、じゃあどこで起きるかわからないというこの次の首都直下地震なんですが、そうは言ってもということで、いくつか政府は仮定をしました。でこれがその時に、出てきている、直下型地震なんですね。細かく見てみると、マグニチュードに 6.8 があったりとか、これ埼玉と横浜は 6.8 やや小さめで見てますし、都心南部とか あるいはこの千葉市直下ですね、千葉市直下地震なんかですとマグニチュード 7.3、 あるいは茨城県やないかの方ではこう円で囲ってますけれども、少しこう平たい地震になる、あるいは、関東山地の方ではもうちょっと大きい、断層とかいろいろ実はバラエティがあります。ただ、これはいくつか想定されているものだけでして、この中の本当にどれが起きるかというのはちょっとわからないということで、今各自治体とか企業に対しては、自分のところの真下で起こったらどうなるんですか、これを考えましょうということで、一応方向性が出ておりました。ただこれをそれぞれですね、自分の自治体の真下で起こったらどうなるのかという被害想定は、これから各自治体が考えていくということで、政府としてはこれからお話をします都心南部地震、ちょうど羽田空港のすぐ脇で、東京都の品川区あたりに仮に震源があったとしたらどうなるかというのをですね、考えてみましょうということで、これからお話をする被害想定がされております。ですので、都心南部地震が想定されておりますが、これが確実に起きるんだということではないということをですね、認識をしていただければと思います。それでは首都直下地震の被害想定、これを前の想定と今度の仮に想定をした都心南部地震で比較するとどうなるのかということを見ていきます。これは右側が2005年の東京湾北部地震で、今回は都心南部地震、震源がちょっと変わっておりますけれども、これ見ていただくと、いくつかポイントありますが、一つはこの赤い字で途中でありますけれども、建物の、壊れてしまう数、これは85万棟から61万棟に減っています。これは耐震補強が進んできているので、それを反映して、少し建物は被害が少なくなるだろうというふうに見ます。からその下にですね、今度亡くなった方、これが見ていただきますと1万1000人から2万3000人に増えています。でこれが、東日本大震災の最新の知見を踏まえて、やはり相当な方が亡くなるのではないかということで、人の命に関しては増えている。そして要救助者とか、避難者、そして帰宅困難者ですね、ここら辺の人の生命あるいは被害に関するところについては、軒並み、大きくなっていると、ここが今回の被害の特徴だということをまず見ておかなければいけないと思います。で次にですね、もう一つポイントはですね、いわゆるライフラインの被害です。電気、ガス、水道、通信、こちらの被害なんですけれども、これをですね、比較していますと、これがですね、軒並み相当悪化していることがお分かりいただけると思います。例えば電力使用率なんかが、停電の率ですが、6.1% だったのが 50%、 それから上下水道の使用率も 25% から 30%50%、 それからガスの使用率も 12% から 10% から 30% で、通信使用率、電話がかかりにくいとかメールがつながりにくいということですけど、これもですね、もう 50% 以上いうことで、いわゆるライフラインに関するですね、被害想定が相当悪化をしている、これもですね、東日本大震災の教訓ということになるかと思います。
皆さんも覚えてらっしゃるかと思いますけれども、実は東日本大震災で東京湾沿岸がかなり揺れがありましたけれども、その後計画停電ということになりまして、ね、でまさに東北地方の震源であれだけ首都圏が被災をするということが分かったわけですので、まさにこの東京湾の真ん中で被害想定が地震が起きたとすれば、当然あれでは済まないだろうということを、ここでは反映をしているということになります。そこで、ここで静岡地震の被害の特徴をまとめたんですけれども、やはり首都中枢機能への影響というのが、首都圏で起きたときに一番影響が出るわけですね。これ政府関係機関もそうですし、それから経済中枢、いわゆる大企業の本社機構が集中してますので、それが止まることによる日本全国の経済への影響というのがあるだろうと。それから、巨大過密都市が初めて被災をするので、ものすごい数、いわゆる700万人とかの避難者どうするかも含めてですね、そこの人的な問題というのはやはり考えなければいけない。そして後でお話をしますけども、火災とか帰宅困難の問題がちょっと出てきます。であと交通麻痺、電力供給が不安定か、情報が混乱する。そして最後復旧復興でですね、実は瓦礫の処理の問題っていうのが首都圏で大きな問題になるんですね。いわゆる崩れてしまったものを持っていく場所がないんです。そうすると、復旧復興が大幅に遅れてしまう。これがですね、実は想定をされています。そして、建物についてはやはり木造家屋が大きく実装すること、それから火災が起きます。これは少なくとも延焼が2日間程度で、3日目ぐらいまでは、持ち続けるだろうというふうに言われています。あと電力、電話、道路、鉄道ですね、これ先ほどお話をしましたが、少し補足しておきますと、この鉄道なんですけれども、少なくとも運転再開、地下鉄で約1週間で、いわゆる JR とか私鉄が、1ヶ月ぐらいかかるのではないかというふうに言われています。これは路肩が崩れるとか線路 が崩れるのほかにですね、火災で火災が燃えてしまうとか、いろんな問題が実はありうるので、相当程度の鉄道ガスには時間がかかるという想定もされております。でこれが被害の震度分布図です。これ都心南部地震ということで、これ見ていただきますと、江東区とかですね、川崎のところで震度7という揺れが出ますけれども、この千葉市はですね、この図でいきますと震度6の弱ということになります。ただこれはあくまでも東京都心で地震が起きた時の震度分布なんですね。ですからこれが千葉直下で起きたらどうなるかというのはやっぱり考えておかなければいけないということになります。でそこでこの首都直下地震の問題で一つ大きいのがですね、火災の問題です。ちょっとクリックをしてください。ちょっと、これがですね、いわゆるドーナツの図になるんですけれども、3つのエリアに分散されてしまうんです。いわゆる都心の真ん中っていうのは実は建物が丈夫であまり壊れたりとか燃えたりはしないんですね。ただその周りにですね、ちょうどドーナツ状にここは倒壊をする、しかもまた火災で2日間から3日燃えてしまうっていうエリアがあります。でその外側、この3つの地域に分断されてしまって、この行き来がですね、非常に困難になるということになる。ですので、もし首都直下地震が起きた場合ですね、都心の方向に仮に行かれていたとすると、そこからこの千葉に戻ってくることができない。そういうのがございます。そして、これ見ていただいても分かると思いますけれども、これだけ多くの被災になったときに、いや国の救援等々どういうふうに考えるのかというと、千葉のところにも当然被害があるわけなんですけれども、やはり都心部に集中して、復旧復興をある程度考えなきゃいけないとなると、千葉としてはですね、やはり相当自力で頑張っていかなければ、そういうことをですね、想定しておかなければいけないということになります。そして、政府の方針のところのまとめなんですが、基本的にやはり事前防災をしましょうと、被害に遭わないようにしましょうと、これをですね、推進をしていく。一つは首都中枢機能の継続性ということですね。これは企業に対しても、業務の継続性というのを考えなさいということをお話をしていく。からあと建物の耐震化、これがまさに今回、テーマになるね、から火災対策、そしてオリンピック対応ということに今、入れております。そこで最後のスライドなんですけれども、自治体の視聴者が東日本大震災でどうだったかというのをまとめたのがこちらのスライドなんですけれども、これも中ほどにですね、一部移転をしたとか移転をしたというところがございます。
これ数えてみますと28の自治体で地震の被災によって実は視聴者が使えなくなってしまうということがあるんですね。で、括弧の中は津波で被災をしたところです。で、我々テレビの映像で津波で被災をしたところっていうのを釣り込まれてますけども、実は津波以外の地震の揺れでですね、まあ、こちら写真がありますが、地震の揺れで視聴者が使えなくなって、その後の住民サービスができなくなった件数の方が圧倒的に多いんです。で、千葉市ももしかしたらそうなっていたかもしれないというところが、まあ、今回の一番ポイントになっているというところですね。まずご認識をしていただくというところをですね、お願いをしまして、私の方のお話を、まとめさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。